さて、それではまだ引き続き富士市内を走りますが、ともかく吉原宿はこの辺りで終わりです。次なる宿は東海道第15番目神原です。東海道線では新神原駅っていうのがありますね。この辺り極めて複雑な旧東海道、インターネットの地図とそれから親切にも富士市が設置してくれている道の案内を頼りに順調に進むことができています。私の想定していたよりはね、沼津から先特にサイクリングロードを使ったのが良かったみたいで、今のところペースは順調のようです。今ここでも川を一つ渡っていますが、この先でいよいよ富士川を渡ります。さて、ただいま富士市元市場を通過中です。元市場というのは愛の宿でして、昨日も箱根などで説明したと思いますが、要するに吉原と次の神原の間が離れていたので、そんな離れてたかなと思うんですが、間にあったですね、宿場みたいなやつと、そういう認識でいいかと思います。この元市場は私たち鉄道マニアの中でも、よく知られているところなんですけども、ちょうどあったこれだな、これだこれだ、ちょっと入ってみましょうね。ここにこんなですね、意味ありげな緑道があるわけでございますが、かつてここには元市場という駅が存在していましたが、現在ではありません。 JR 東海、東海道本線の富士駅と、それからこの先富士宮、さっきね焼きそばを食べましたが、焼きそばが今は名物になっている富士宮、そしてさらにですね、もっと山梨県の奥深く越えて甲府まで行く身延線という鉄道が1969年までここで走っていました。今ちょうど私が通って過ぎたところから前に行きますと、道がこう細くなる。これ何かというと、要するに真ん中にプラットフォームがあって、その両脇に線路がある島式ホームがここに設置されていたということです。で、今駅の敷地を通り過ぎて、私の今いるところは普通の線路ということになったわけですが、ここら辺で U ターンでいいかな。身延線は現在でもあるんですけれども、ここが廃線になっているというのはちょっと変なことです。なぜここが廃線になったか、それは線路が新しくされたんですが、実はですね、この先の富士宮のところに日蓮召集という大きな宗教がありまして、今は昔ほど大きくはなくなったんですけれども、その中の一つのですね、派閥が創価学会でした。で、創価学会がどんどんその会員を増やしていくので、そうすると、創価学会の、その聖地でもある富士宮に行きたいという人たちがですね、どんどん増えて、専用の臨時列車を毎日たくさん走らせるようになりました。もう創価学会の会員しか乗ってない、そんな列車がバンバン走るんだからすごいことです。で、あまりにも多くなって、そして東海道線の富士駅では創価学会専用の列車が東海道線の他の列車、身延線の列車などを邪魔するようになってしまいました。で、あまりにもその多い列車たちをさばくために、国鉄側としては新しく身延線の線路を引き直して、そして全く違うところに、元市場の駅の代わりとなる湯の木という駅を設けることになったわけです。すごい話ですけどね。そして古いルートは廃止されて、あそこから駅も消え去ってしまったというわけです。もうしばらく進んでいくと、その湯の木駅がありますが、改めてさっき食べた富士宮焼きそばも、私が聞いてる限りでは、創価学会の、参拝需要が平成の初頭に、平成元年ですかね、なくなってしまったので、平成3年間そのぐらいなくなってしまったので、その後でじゃあ代わりになるもの、これで富士宮の町おこしをしようと考え出されたものだそうで、実際にすごく美味しい、あれいいと思いますよ。あ、ここが富士駅の中心部か、中心部という言い方おかしいけど、富士駅の近いところです。そしてまたしばらく市場のあたりを通り過ぎますと、上にその1960年代に建設をされた新しい身延線の線路があります。立派な高架線です。でもね、結構離れてましたよ、さっきの本市場の駅から。元市場か、前の宿場の愛の宿の人たちは結構大変だったんじゃないですか。昭和の時代ですから宿場はないですけど、もともと駅があったあたりが宿場の中心部だったようですしね。さて、しばらく進みまして、いよいよ富士川です。富士川渡船場跡なんて書いてある、ここは水神社と呼ばれています。というか水神社です。水神社だったかな、水神社だったと思うんですよね。ここから先の富士川橋っていうのかな、これは見事ですよ。富士川橋ではないと思う、これです。前方に見えておりますこの橋ですが、架けられたのが大正十何年ということで、今回渡ってきた橋の中ではおそらく日本橋に次ぐ古さではないですか。もっと古いのあったかな。江戸時代ここに橋はなく、すべて渡し船での運航となっていました。明治になった後、地元の有志の人たちが簡単な木の橋を架けたらしいんですけれども、雨ですぐに流されてしまいました。そして結局東海道富士川の
私が終わったのは大正13年この橋ができた時、それまで待たなければならなかったのです。この辺りは車の通行量が非常に多いです。富士川を渡る橋は今でもかなり少なくて、この辺りから反対側神原方面へ向かいたい車たちは皆ここを通ることになっています。さっきまでのひっそりとした旧東海道が嘘のようです。立派な鋼鉄製のトラス橋、脇にまたこれも立派なですね、これも石碑というのかな、立っておりますけども、大正13年8月竣工、すごいですよね。向こうもまたすごいですよ。あちらは JR 東海道本線の富士川の橋梁です。あれもかなり大昔から使っているもの、でも明治時代ではなかったはずです。じゃあ出発、先を急ぎたい気持ちもありますが、まあ一方で素晴らしいところですから歩いてゆっくり楽しもうと思います。いいですね、もうこれだけでもいいわ。脇の眺めも素晴らしいな、寝覚めの床みたいなのがあるぞ。今までに皆さんに何度かした話かもしれませんが、まあ、ここでまた鉄道唱歌の有名なパート一つ、なんか歌うのもね、お前また歌うのかって感じなんですけど、まあ、なるべく変化がつくようにと思いますんで、鳥の羽音に驚くし平家の話は昔にて、今は岸が行く富士川を渡るは身の分の帰り船って、こういうのがあるんですけど、この辺りをね一言でよく表しております。もともとここですね、源平合戦の地として知られておりました富士川の戦い、ここで、まあ、源氏と平家、まあ、それぞれお互いに陣取っていたわけですが、朝白鷺みたいな鳥、まあ、狩りかなんかかな、それからみんな群れになってですね、バサバサバサと飛んでいった、まあ、ところが平家はもうその時優勢であったと思うんですけども、勝てるんじゃないかというところだったんですが、鳥がバサバサバサと言ってたので、そして、それを源氏が攻め込んできたものだと勘違いして慌てて逃げ去り、源氏は戦わずして勝ちを得たという話が伝わっています。なんかこれも本当だったかどうかわからないっていう話にどっかで聞きましたけどね。あ、他にですね、岸田行く富士川を渡るは身延の帰り船ってなります。この川をずっと登っていきますと、身延山久遠寺などあります、有名ですね、まあ、そういうところへ行きますし、もっと行けば甲府です。その甲斐の国の方面からお米などたくさん取れますので、それをどんどんこの富士川に乗せてですね、で下らせて、で、神原の宿場に持って行った後さらに運搬して清水の港まで進み、そこから江戸へ向かってお米を送っていたとか、なんかそんな話を聞きました。で、身延の帰り船というのは何だったのかというと、要するに江戸へ運ぶお米を持ってきたその船が帰りは空で帰るわけですが、それはね、船人が何日もかけてその船を引っ張ってこの川を逆に登っていったんだそうです。それがまだ鉄道唱歌の当時、明治時代には残っていて、ああ頑張って人が川を登ってるぞ、多分そういうことなんじゃないかなと思うんですけどね。現在ではその船の役割は JR 東海身延線に置き換わりました。さらに言えば自動車に置き換わりましたかね、モータリゼーションです。富士川を船で渡ったら今度はこちら、あ、なんか石垣があるな、これは昔ながらのやつか、多分そうだろうな。彼岸花もいい具合ですよ、地味に急勾配だ、地味にどころじゃない結構な坂だ。箱根にもこんなのはなかったですよ。ここから先はまた東海道の難所となります。佐多峠というものがこの先には控えているのです。まだ佐多峠は少し先ですけどね、静岡まであと36キロ、今日中に行けそうではあるな。これより先画面の右手を見ていただきますと、まあ、お家が並んでいる裏側にですね、ところどころ山が控えているのがお分かりいただけると思います。この辺りも箱根ほどではありませんが険しい山がありまして、その山を越えていかない限り、山をまあぐーっと大きく大きくどこまで行くんだっていうぐらいに迂回するっていう考えもあんのかもしれませんが、この山が海のところまで続いておりますので逃げ道はありません。その険しい山越えの手前に神原の宿場があるのも納得でしょう。これ昔のやつでしょ、多分そのまま残ってますから、立派な一里塚ですよ。左側とそれから右側と両方にある、ここを岩淵の一里塚と呼んでいます。お土産屋さんなんかも閉まってましたけど、でも存在はしてましたね。ここもやっぱり観光地として人が来るには来るんでしょうね。
ちなみに私あんまりよく知らなかったんですけど、確かそうだったな。ここはね、岩淵と言いまして、まあ要するに富士川のすぐ手前のところなんですけども、ここも愛の宿として、どうも栄えたようです。おそらく富士川が増水した時なんかもう渡れなくなるから、そこで待つためにですね、ここでタイミングを見計らう必要があったんでしょうね。起点である江戸日本橋から37里目に当たるとありますので、だいたい150キロくらいってことですが、結構来ましたね、3日目にしちゃ。まあいい調子じゃないですか。え、本当に150キロも来たのか。またもや厳しい坂だ。しかしこれ以上に厳しい道がこの先には控えているというんだから、先が思いやられます。ここは富士川中野港って書いてあるな。厳しい地形の途中にこんなの見つけましたよ。鶴屋って書いてあって、お菓子屋さん。見るとこれです。富士川の栗の小町と書いてあります。何でも話によると、ここはもうさっきの愛の宿岩淵を過ぎているらしいんですけども、これ復活してくれたんですね。栗の小町、由来の説明書きがあるから皆さんに読み上げます。栗の小餅の起源は江戸時代東海道の交通が盛んになった江戸時代中期頃に遡ります。その頃の富士市富士川地区岩淵村、さっきのところですね、は東西を東海道、南北を富士川の水運によって結ぶ交通の要所として、あ、なるほどね。川っていうとなんか私のイメージだとね、もうなんか町の区切りでこっから向こうへ渡るのは大変みたいなイメージなんですが、逆にそうか、交通の要所っていうこともあるのね。旅人や、船、なんていうか、これ船運、わからないですけど船運なのかな、の人々で非常に栄えておりました。ここを行く人々から、明代の名家として賞味されたのが栗の小餅で、当時は江戸から37里目の一里塚付近の茶店で売られておりました。あのさっきのえのきが生えてるかいってことですね。暴れ富士川を船で渡る人や二役で甲州と上り下りする人たちに、栗の小餅はお菓子というより力を与えてくれるお守りのようなものであったかもしれません。初めは栗に、餅に栗の粉をかけていたと伝えられ、後にはきな粉を用いたと言われ、大正時代まで売られていましたが、東海道の水位や水運の衰退とともに消えてしまったのです。この明代の名家栗の小餅を再現するため、各地の栗の粉を吟味精選して現代風にアレンジし、ようやく当時を彷彿させ、現代に生きる栗の小餅としてここに蘇らせることができました。今後は多くの皆様にご賞味いただき、江戸時代からの明代を復活すべく一層の努力をいたしてまいります。ゴンタ坂なんかで、うお、これはとか言ってたのがなんか嘘みたいだ。東京周辺の地形ってのは本当に恵まれてるんですね。あの辺全部海だからね。今ね、バッテリーが 0% になりましたよ。まだもう1個あるからいいけどね。左手、東名高速道路。なんでこんな険しいところわざわざ通ったのかな。まだ他に行きようあったんじゃないのって思うんですけどね。なかったんでしょうね。これ本当に東海道を通ってるのか心配になりますけど、待ってると思うんですよね、これで多分。あ、ほら、なんか書いてある前方。変だな、これ変っていうか、多分まあ、当たり前のなんか事情があったんだと思うんですけど、左手ですよ、これ。静岡市って書いてある。もうそろそろ静岡市に入るのか。いや、すいません、ここから先静岡市だそうですよ。だからこんなに丁寧に書いてくれてるんだ。ついに静岡まで来たか。静岡っつったらもうなんか遠い場所の代名詞みたいな認識だったんですよ、私の中では。あそこに富士市って書いてありますからね。ちょうどこの辺りが県境、間違えました、市境なんでしょう。今リニアの建設でいろいろ問題になってますけれども、その場所すごい山奥 の北アルプスの地下なんですが、そこもなんと静岡市、静岡県静岡市葵区県庁所在地ですよ。まさにもう駿府城のあるあそこと全く同じ行政区なんですよ。まあまた後でお話ししましょう。なるほど、確かに見応えのあるところで、左前方のレンガの、これ一般家庭なんですけど、レンガの一般家庭もすごいですけど、それからもう少し進むとまた前方、木造のお家がですね、またたくさん並びまして、右手は布団屋さんらしいですよ。布団屋さんってのもそれだけでもすごいけどな。それから野菜が100円で売ってて、ナスだけが今まだ残ってます。あとはナマコ壁ね。天保の改革とかそういうのをやっていた時代のものだそうですけれど、2階がまあ要は人を止めるところだったんですね、多分ね。下もそうだったのかな。
左手こちら、これなんだろう、個人の表札がかかってますけども、本陣跡、まさか本物の本陣じゃなかろうな。多分書いてないから本陣そのものではないと思いますけれど、またすごいものがあった。五十嵐歯科医院って書いてあって、医院の医がですね、旧字体なんですけども、国の登録有形文化財、大正時代の洋館と書いてあるんですが、ただ元々は和風の家だったらしい。それを洋風にちょっとずつちょっとずついじくって、こんな風になってると。元はいつのやつなんでしょうね。改造したのが大正13年だそうですけど、新神原はいいところだってな、前から聞いてたんですけど、思った以上にいいところだったな。今は開館中か、入ると時間がかかっちゃうからね、ちょっと今日は急ぎますが、これは江戸時代の終わり、もうギリギリ江戸時代ぐらいの頃にかけられた、多分普通の人の家だったんでしょうね。そうみたいだな。味噌や醤油の醸造を営む商家でした。国の登録有形文化財で、そのものがたくさんあります。さて、ここまでで神原宿は終わりです。これから先東海道に出て、右手一里はないぐらい、そう離れていないところに次の由比宿があります。富士山は明日も見えないと思うんで、まあ、どこまで進んでも別にいいんですけども、夜に移動することになっても、まあ、それも構わないと思いますが、ただ明るいうちにこの先の由比宿の次の八田峠を越えて興津に入っておきたいですね。さっきうなぎ屋があったみたいでね、美味しそうなかば焼きの匂いがしてましたよ。ぜひぜひ食べたいとは思うんですけども、もうそういう時間はちょっとないな。今4時です。あと1時間少々、1時間半ぐらいでもう日は沈んでしまうんじゃないですかね。一里もないぐらいの距離ですからね、自転車でぐいぐい漕いで、すぐに由比に到着しました。東海道第16番目の宿場です。今通過したところが一里塚の跡だったらしいけれど、左側に何かあったらしいんですが、見て分かりました。由比宿東マス型跡と書いてある、読んでみますね。宿場の出入り口はマス型鍵の手に折れ曲がり、こういう感じになったってことなの、こうですね。折れ曲がり、木戸が作られ、まあ、ここに要は出入り口があって、万一の攻撃を防ぐなどの治安維持とともに、宿の出入り口の土俵にもなっていました。ここを通り過ぎると町並みが始まり、本陣は本陣、問屋、問屋、旗子、茶屋などが置かれていました。由比宿も東西の出入り口は松方に降りており、現在も面影が残されております。ということで、確かに見るとね、道がここで、おっとっとっと、あ、倒れるわった、こうですね、道が折れているのお分かりいただけるかと思います。由比は海のすぐほとりで、東海道線に乗っていても左手に綺麗な海が見えるところです。東名で通った時はもっと綺麗でしたね。ここはなんか特別宿場の雰囲気を出そうとものすごいことはやっていないような気がするけど、でも床が茶色いっていうだけで随分違いますよね。先を急ぐと言ったのに、トイレに行きたかったので寄り道をしました。すごい綺麗な、いい匂いのするトイレでしたよ。由比宿本陣公園はここです。さっき入り口のところに書いてありましたね。もともとここに本陣があったから本陣公園。歌川広重の美術館もあるようで、浮世絵が置いたんですね。まだやってるみたいだから寄ってきたいけど、去った峠が怖いからな。これこの先の峠に怯えて足を早めるというのもそれはそれでいいでしょう。二大街道だって。ここももちろん東海道本線由比駅がここからそう遠くないところにあります。ただすぐ近くというわけでもないですね。あ、これ井戸です。本陣は宿ですので、宿で使うあのお水をですね、ここから取り出していたようでして、今でもちゃんと井戸として残っています。これはまあ後で作ったやつみたいだけどな。下は草が生えちゃってますが、それでも源といいますか、水が讃えられているのはここからでもわかります。あちら、あの物見島という立派なね、矢倉みたいなの立ってますけれど、大名が泊まるときには警備も必要なので、ああいったものはおそらくどこにでもあったんじゃないかと思います。次々行きたいけど、少しぐらい立ち寄ってもいいでしょう。あ、明治天皇
ご休息の所って書いてある。明治16年のことですね。明治16年はまだ鉄道がなかったんですね。ご小休所ちょっとだけか。反対側にもね、小説なんていうの、これ今夜かなと書いてありまして、多分染め物なんじゃないのかな。馬の水飲み場、水路上の堀、東西20メーターは昔馬の、水飲み場といって、大名行列の馬に水を飲ませたり。なるほどなるほど、それ大切なんですよね。こういう道路に水飲み場の施設ってのは結構珍しいと書いてありましたね。由比神原、この辺りいいな、とてもいいな。歩いて見て回るには楽しいところだと思いますよ。お店もたくさんあります。餌をくれるのかなと思って寄ってきたようです。みんな大物ばっかりです。こんなにいっぱい。これどっかに捨てられた亀をここへ持ってきたってことなのかな。あ、ここに日本石亀がいるじゃないですか。日本の在来種だと思うんですけど、これ多分そうでしょう。赤耳亀に押されて全体では少数派です。これまた違う種類の亀かな。それでは10分ほど止まりましたかね。再出発。脇本陣うどん屋って書いてあります。脇本陣を勤めた家が3軒あって、そのうち江戸時代の終わりの頃このうどん屋でやっていたと。ただ今はうどん屋はやってないみたいですね。よかったよ、やってなくて。やってたら寄りたくなっちゃいますからね。なんでも由比神原あたりは明治時代にいろんな建物が一気に建て替えられたらしくて、本当に江戸時代に建てられた建物っていうのは、その話を聞く限りそんなたくさんはないのかなと思うんですけど、その一方でね、その当時、明治時代以降の新しい建物、まあ、今では古い建物となった建物はそのままずっと残っています。江戸時代の建物ってのはなんか相当脆かったんでしょうね、多分。これは清水バンクって書いてあるけど、登録有形文化財、普通に清水銀行か。シャッターの具合からするに普通にやってるんでしょうね、これね。すごいな、ここで現金を下ろしていってもよかったけどな。さあ、ここから駅までがまあまあ離れておりまして 1.7 キロほどあります。江戸時代からかかっていたらしい由比川の橋、これを渡るところでちょうどですね、向こう清水の港が見えます。有名な清水港で、そこまでの道中を見てみるとですね、ここ目の前にまた山がそびえておりまして、山がもう海のキワキワのところまで来ています。そうするとどうなるかというと、結局もう海の中へ入っていくことはできませんので、海のところまで山があるならば山を登って越えるしかないということで、この先はいよいよ佐多峠と呼ばれる東海道の中で景色が美しく、また険しいとして知られる難所です。次は東海道の第16番目、険しい佐多峠を越えて興津です。ワイドビュー藤川ですね。いいんじゃないですか。さて、これより先、いよいよ佐多峠です。100メートル先で右折と書いてありましたね。まあ、今ね、もう最近では技術がどんどん発達しますから、このまま普通に自転車でまっすぐ行けば、この辺り海岸線に沿ってまっすぐ通り抜けることができますが、昔はもちろんそういうことはありませんでしたので、そろそろ右折をするんだな。これか、ここ行くのか。こんなところ行くやつなんて、ド M だと思われそうだな。そういうわけではないですけど、険しい道をたどりたいわけじゃないんだけど、昔の歴史に興味があるだけだと言っても、歴史に興味がある人は信じてくれないだろうな。まあ、本当に上り坂が好きな自転車乗りの人ってもいるらしいですけどね。ともかくこの辺りは昔からの名所ともなっていましたので、とても分かりやすい。ここは左。しかしその佐多峠はここから 2.9 キロほどしか離れていないと言いますから、まあやはりあの箱根ほどは比べるまでもないのかもしれません。もちろんこの自転車にはライトがついていますので、暗い夜道でも走り抜けることはできます。ただまあ、この風光明媚な佐多峠の景色を楽しむことができないのは大きな損失ですから、まあ、そのために急いでいたし、やっぱり暗いより明るい方が走りやすいですからね。当たり前のことですけど、こんなところでも旧東海道沿いだからということで、進んでいく道はちゃんと整備されています。でもね、昨日の箱根の走りの岩根みたいな感じで、途中からは砂利道だか未舗装だかになって、さす
すがにもう自転車では行けないという場所などもあるようですよ。国の登録有形文化財小池邸、これ古いのがいっぱいあるな。左にも何かあるな、いろいろあるな。明治時代の建物だそうですけれど、妙手というんでしたっけ、江戸時代は妙手でしたよね。名主って言い方もあるんですけど、年貢の取り立てとかね行う、まあ、町会長みたいな人のお家だったようです。歌川広重とかだったと思うんですけど、よくねこの佐多峠の浮世絵がいっぱい書いてありまして、まあ、見る機会もあると思います。でそれを見るともうかなり断崖絶壁であったということが分かります。この下に東海道線の記録ポストがありますが、それによれば159キロと1/2、東京駅からそれだけやってきました。いいですね、本当素晴らしいタイミングで来るな。ちゃんとトイレに行ける313系と211系の並結6両編成熱海行きです。熱海どこだよ、まあ、大体距離で言うと私が今日やってきたあの箱根の、元箱根港あたりまで行くんだと思いますけどね、距離的にはね。すごいね、ちょっとブーンと行けば熱海ついちゃうんだから。やっぱ鉄道マニアとしてはね、狙ったタイミングで今回全て電車がやってくるんで本当嬉しいな。もう運がいいなっていつも自分のこと思ってるんですよ。今回の旅のテーマは、まあ、もちろんスーツ旅行チャンネルですので、そこまで鉄道には固執しませんけれども、しかし日本を代表する主要幹線東海道本線および東海道新幹線が昔はどのような姿であったのかというのをたどるというのがですね、一つの目的ですから、鉄道マニアの皆さんにもお楽しみいただけるといいなと思いながら作っています。佐多峠はあと 1.3 キロ、いや距離は離れてないですよ。でもこんななのか佐多峠って。これは名所にもなるわけですわ。画面見てないんですけど、自分のっていう表情をちょっとカメラに撮っておこうと思います。多分今までで一番狭くて一番急なんじゃないかな。ゴンタ坂なんか目じゃないですよ。あ、ここに一里塚があったの？あったみたいですけど全然わからんわ。これ読みます、ここ、いらっしゃいませ佐多峠って書いてある。いらっしゃいませって言われてもなって感じですよ。足利尊氏が義直と合戦した時に古戦場として知られる。あ、そうなんですか。昔は親知らず子知らずとそんな悲しい話が伝わりましたなんてこと書いてありましたけど、日本海側のね親知らず海岸は有名ですが、喋る余裕なくなってきた。しかしここにも同じ話があったんですね。一旦止まろう。おお、これは大変なところで止まってしまった。ペダルを踏んでおかないと落ちてしまう。これでこの過酷さを皆さんにも感じていただこう。よし、引き続き出発。出発できるか。よいしょ、オッケー。きつすぎる、この極めてきつい坂、まあ、坂が大変だったというよりも断崖絶壁で相当通るのが大変な危ない場所だったようでして、親は自分の子供がどうなっているかわからん、子供も自分の親がどうなっているかわからん、親が子供を気遣うことすら許されない、本当に険しい険しい峠だったようです。というかまあそれはわかるわ。まあ今はでもねこんな風にきちんと整備されていて、命を張るような場所ではないし、自転車で楽々越えることができます。このすぐ下がもう断崖絶壁で、道幅も当時はこれほどなかったんでしょうね。そしてもしかしたら石が落ちてくるかもしれないとか、そういった危険もあったんでしょう。またさらにさすがにこれはきついな。よいしょ、うわ、この自転車大丈夫かな。もうすでにバッテリーを 10% 消費したって。ここの下のところでは 90% でしたよ。まあバッテリーが 10% 区切りなんでね、たまたまだと思うんですけど、そういう。さっき前を歩いてきた人がいるんですけど、結構旧東海道を旅してるっぽい歩きの人見るんですが、全然追いつかない。自転車でもあまり速くないってことだろうな。いやー、いい眺めだけどきついわ。こういう場所に来てるんですよ。前方は伊豆半島です。ちょっとの下り楽々、下ったらばまた登らなければいけないでしょうね。なんか壁にいろいろ書いてあります。おー、危ない危ない危ない、この落ちちゃうわ。
止まらないとなんかするときはね、当たり前ですけど、あの右側とかね、地滑りがものすごい起こりやすいみたいなこと書いてあって、あ、そうかと思ったら、相当手間をかけてね、由比町では地滑り対策をしているそうです。ちょっと小休止。これモノレールですね、奇岩花のところ。このなんか多分みかんかなんかの農園なんです。あ、ほらほらほら、こうみかんになってるじゃないですか、いろいろ。こういったところ普通には移動できないんで、モノレールを敷いてですね、農業用のやつを敷いて、これで移動していくというわけです。これ山道みたいなところでよくありますよね。よし、引き続きまた超険しいなって峠道を進もう。一気に登れるのかな、心配になってて、一度止まると後ろへ下がってしまうような、ブレーキをかけていてもそれが効くかどうかギリギリぐらいの急な坂です。ブレーキをかけて、なおかつペダルを少し踏み込んで、それでようやく坂道から落ちずにそこに留まることができます。こんにちは。どうも。電動自転車なんで、すいません、楽してますけど。ありがとうございます。高すぎて感覚がおかしくなるね。どうおかしくなるかって具体的に説明することもできるんですよ。お気になりますか。ここの下って、まあ、まあまああるんですよ。でも落ちたらね、めちゃくちゃ危ないはずなんですよね。頭では分かってるんだけど、まあ平気なんじゃないかなみたいな、そんな感じがして、おなんかさっきより富士山見えてきてないか。あれ、これうまくすればワンチャンあるんじゃないですかね。ないかな。あの電動自転車の旅本当楽しいですね。多分東海道だから楽しいんだと思うんですけど、どこまでもただ漕げばいいってもんじゃないですが、他にも中山道とかね、奥州街道とかいろいろやってみたいな。いいですか、多分ね、これが親知らず子知らずってことなんだと思うんですけど、おお、なんか地滑り対策でこんなになってますけど、これはすごいわ。昔は多分あそこの線路とか道路の走っているところまでが海岸線だったはずです。奥を通っている東名高速道路も実際には波打ち際よりも向こうを走っているはずですよ。すごいここも道がもっと昔は狭かったんでしょうね、多分。左下の東名高速の下、わかりますか？波がね、こう寄せてます。今はあそこまで海岸線なんですね。怖いけれど楽しいところだ。モノレールを越えて、ここはね、あの農地ではなく普通に入っていい場所らしいんですけど、本当にいいんだよな。本当にいいの、良さそうですよね。でもね、あ、こっちか。危ない危ない危ない、これ普通に農地だったわ。こっちね。お、211系が走ってるの見えました。静岡名物のみかん畑の中を、ここから少し離れた展望台まで進みます。ちなみにここは旧東海道でありまして、このままずっと歩き続けていけば、去った峠の反対側へ抜けることができます。ただ、まあ、ちょっとね、自転車はさっきも階段でしたし持ち込めないと思いますから、少しここは迂回路を使うことにしますけどね。着きました。ここが去った峠の展望台です。一度来てみたかったとずっと思っていた場所です。富士山は結局見えないなと思ってたんですね。よくよく考えたらね、違いました。あっちは多分別の山、箱根ではないと思うんですけど、ともかく別の山でして、富士山はこっち。しかもちゃんと見えるじゃないですか。朝と同じように頭を雲の上に出しております。もっとはっきり見えると嬉しいというのは、まあ正直な感想ではありますけれど、でも確かに
歌川広重も見た佐多峠の富士山をまさに今目の前にすることはできました。でもね、よくよく考えたらあれ多分箱根だと思うんですよね。違うのかな。そうなんじゃないかな。だとするとあんな高いところから今日は来たのかということになりますが、いや本当に凄まじいですね。手前に見えております、これは富士市ですね。東海道の吉原宿、もうちょっと右の方を向けば沼津なども見えるはずです。沼津はどの辺かな、あらかたこの辺になるのかな。あそこの海の手前、まあ私の思い込みかもしれませんけど、千本松原ってことはないですか。沼津は多分ね、この向こう側、今映っているあたりだと思います。 Google マップから見る限りでは。1日で頑張りましたと言いたいところなんですけども、まだまだ最終目的地の静岡は先です。直線距離でも20キロぐらいあるな。もっとあるんじゃないの。そしたらうわ、さっきのね、どうだっけ、忘れてた、岩渕か、岩渕の愛の宿のところを買ってました。これは別に名物とかではないですけど、栗まんじゅうです。余分のお菓子が力をくれます。え、沖津までまだ4キロもあるのか。まあ山道だからでしょうね、多分。なるべく夕暮れギリギリまで粘ったら富士山もかなり姿を現してくれましたし、電車のすれ違いシーンも見られたし、いやつくづく私って運がいいな。そして到着しております。ここが旧東海道第17番目の宿場、静岡市清水区沖津宿です。暗くて分かりにくいですかね。確かね、こっちだったと思うんだ、ここだったと思うんですよね。踏切があると思うんですよ。あ、これお寺違いだったわ。これ妖怪寺って書いてある違うお寺でしたね。聖賢寺はもうちょっと先、この沖津宿とね、聖賢寺は深い関係があります。あったあった、ここだここだ。旧東海道沿いにそのままありますね。自転車ちょっとだけ置かしてもらうか。夜でも明かりを灯してくれていますから見応えはありますよ。まあ、しかし暗くても大体お話はこれでお伝えできる絵が作れたかと思います。東海道線の列車が今抜けていきますが、向こうに聖賢寺があって、鐘かな、鐘が今ね灯されていますけれど、こっちにね聖賢寺の山門みたいなのがあると。すごく暗くなっちゃいましたね、すいません。まあギリギリ見えるかなって感じですけど、これ要するにこちら側に門があって、こちら側に聖賢寺の実際の境内があって、まあここも境内でしょうけれど、
東海道線がお寺を完全に真っ二つに切ってしまったわけです。ここに東海道本線を作るということになって、まあ、実際に通ったんですが、当時は国策がやっぱり優先ですからね、お寺の事情一つ一つまでは考えることはできないと。で、まあ、こんな状態になってしまって、それはそれは有名な政権寺が鉄道で台無しになってしまったと。だから国からもね、すいませんみたいなことはなんか言われたらしいんですけれども、そしてなんかお詫び金かなんかをもらったっていう話なんですね。ところが当のお寺の和尚さんの方はというと、まあ、住職はですね、いやいやもううちの土地をぜひこれからの新しい日本のために活用していただきたいんですよ、そういう方針であったらしく、まあなんかもうそんなお詫びなんてみたいな感じだったらしいんですけども、それでもですね、まあ、国からお金もらったんで、その、もらった国からのお詫び金をもう一度国に寄付するということまでしたそうです。今日は新しい時代に理解のあるお寺の住職の方というかね、お寺のよく紹介してますけれど、時代に対応していく、適応していくっていうのは本当に重要なことなんですね。確かに私もよく知らないですけど、清水港の貨物取り扱いとかって相当多かったんじゃないかな。空がもうオレンジ色に照らされちゃってますよね。興津の埠頭も向こうにあるし、静岡県のみならず東海地方を代表する大きな港町です。さあ、じゃあ出発だ。あれに乗ればすぐに静岡なんですけどね。そんな、でもそれだけ、そんなんじゃね、楽しめないようなことをいろいろ味わってきましたよ。まだ 70% もあるな。お、もう一本また電車が行くようですよ。まあ見てるとキリがないからな。さて、すいません、すっかり言わされておりましたが、もうすでに興津を過ぎています。次は東海道第18番目清水です。間違えました、清水じゃないや、江尻だ、江尻。さて、僕の顔暗くて見えないかな。よくよく考えたらね、こんな夜なんで危ないじゃないですか、こういうの着とかないとね。後からの車に見える、僕の顔は見なくてもこれが見えるんだから、やっぱ効果があるってことですよ。1号線からまた旧街道に分岐しますと、いいですね、味のあるオレンジ色の照明。まあ最も昔じゃあこういう照明が灯ったのかっていうと、炎なんでこういう色に見えたかどうかまた微妙だと思いますが、そしてこんなに道のあちこちについてはいなかったと思いますが、もうあと200メーター、100メーターぐらいで江尻に到着します。進んでいくとさっきより明かりの密度が濃くなりました。多分こっからなんでしょう。東海道第18番目江尻宿に到着です。今や世界の玄関、この江尻の特徴は、ちょうどここまで来た東海道がここからまっすぐ右に折れることです。先ほどの由比や興津と同様に、宿場の形を意図的に折り曲げることによって中を全部見渡すようにするということを避け、そして、まあ、おそらく万が一のことがあった時にはと備えていたんではないかと思います。この先でまた左に折れるみたいです。やっぱここも鍵型になってるんだな。ちゃんとね、気をつけて進まないと変なところ行っちゃいそうですが、実際には多分ここから左に折れるのももうかなり分かりやすくなってるんじゃないですかね。そうですよね、これ右か左かって言ったら左でしょ。そして下橋を渡ります。この橋、カッパの像が置いてあって、ここにいろいろ書いてあります。反対側にもまた、あ、なんかハイハイをするカッパの像みたいなのが置いてありますけれど、これ稚児、まあ、赤ちゃん橋は何なのかというと、この川の中からですね、赤ちゃんというよりはもうちょっと大きいかもしれませんが、小さな子供が出てきて、ここに江戸時代橋を架けたその記念式典の時に一人でに渡り始めたそうです。本当はなんか町のおじいさんが長老みたいな人が渡ることになったらしいんですけども、それは赤ちゃんが一番手になってしまったというわけで、ここが稚児橋になったんですが、なんか本当にあった怖い話みたいですよね。そんな妖怪じゃないかと思ったら普通にカッパだったそうだから、まあ妖怪なら間違いありません。これはカッパがなんか傘を差してる絵だな。いや、ちょっと休憩しよう。おい、その知らそうなんですけど、朝元箱根で買った弁当まだ食べてないから、こんな橋の上であれなんですけど、他に手頃な場所も見当たらないし、ここだったら邪魔には少なくともならないんで。お腹減りましたけど、次の府中宿までまだ頑張らないといけませんからね。幸い山賊も出ませんでしたし、
よし、時刻19時13分。あと2人で本日の最終目的地、静岡県静岡市葵区府中宿に到着します。さて、東海道線の踏切、追分踏切というそうです。何の道と枝分かれをするのか私は知らないんですけども、東海道線、それから静岡鉄道が2つあるからね。それで問題の追分という地名については調べました。まあやっぱ主要な幹線道路が枝分かれをするところですからね。どうも東海道と、それから、清水、静岡と、甲府、山梨県、宮崎から甲府にもどうも向かっていたようなんですが、それがそれぞれ分岐していたところです。富士川の水運がありましたけど、多分、まあ分かんないですけど、多分水運の場合は富士川で、でそうでない場合はここで分かれていったってことなのかな。東海道本線が通過しているその脇にもう一本駅がありますが、あ、これは静岡鉄道ではありませんか。よく見ますけど、この静岡と清水を結ぶ鉄道です。奥、確かあの辺がね、清水駅の方だったような気がする。あ、違うか、この前方が清水駅なのかな。なんですけども、静岡はまだ遠いですが、この静岡鉄道とこれからは一緒に走ります。まあこれがいわば東京横浜で言えば京急みたいなもんで、現在の東海道のその交通をこれから先引き継ぐ鉄道って感じですかね。箱根で言えば登山電車です。こことそれから向こうと駅と駅の間隔がすごい短いんですよね。これ駅の作りもすごいし、交番かもしくはなんか温泉街のあのタダで入れそうな温泉みたいな、そんな作りだな。自動改札があるんだ。それでもはあ、なるほど、その旧東海道をぶっ壊した真犯人が今出ていきますよ。 EF210、 その裏には東海道新幹線も通ります。上にある緑色のガードが静岡鉄道で、この辺り本当にたくさん線路が並んでいるところです。まあしかし真犯人とは言ってもね、いいんじゃないですか。旧東海道の後を受け継いだと考えればそんなに悪いものでもない気がします。そして昭和37年、国鉄総社場の建設により、この辺り栗原地区の両側が分断され、さらに静岡、静勢というもの、静勢土地区画、まあ、静岡と清水のこの辺りを再開発したんで、旧東海道は失われてしまいました。でも昔を忍ぶために旧東海道記念碑、こんなものを作りましたよと、要はそう書いてあります。それじゃラストスパート、今日のラストスパートですね。ちょうど今東京から176キロの記録点が立っていました。これか、ライト点灯、警笛鳴らせ。これを通って旧東海道を塞いでいる現在の静岡貨物駅をくぐるということですね。大丈夫そうだな。ここから引き続き上がればいいのかな。よし、まあ、分断されたっつってもね、ただこうやってくぐるだけなんで、そんな言うほど分断じゃないんじゃないか気がしますけど。さっき自転車を漕いでいて、ああもう高層ビルがいくつか見えてきた、これはもう静岡駿府の街は近いぞと思ってね、それで来たんですけども、よくよく考えたらですね、まあその時からなんかちょっと近すぎんじゃないかと思ってたし、まあ、よくよく考えたらというかすぐに気づいてはいたんですけども、これまだ静岡駅じゃないんですよね。あの東静岡駅です。東静岡ってのはもともとここに貨物を扱うための施設があったんですけど、それも全部いらないじゃんってことで、さっきのですね貨物用地に全部移しまして、そしてこの空いているところにですね、ビルとかあのタワーマンションとかそういうの建てて再開発したということで、まあ、全部じゃないと思う、どっかこの辺だと思うんですけど、なんか高層ビルはあのちょっと外れたところにもあるんですよ。とは言ってももうあと半里2キロで府中、昔は駿府と呼びました静岡市中心部ですよ。ここ東海道が斜めに行っていたらしいんですが、もう全部商業施設とかになったりして全く面影がありません。
さすがに街の明かりが立派です。まともな時間に静岡に到着できたのは大きいですよ。時刻ただいま20時46分。明日は豊橋まで行こうかなとは思っていたんですけど、それはあくまで机上の空論といいますか、計画段階では豊橋までと思っていたんですが、まあ、多少ここから先、明日はですね、1日で100キロぐらい行ってみようかなというのを考えてたんですけど、ちょっと無理なんじゃないかなという気が今はしてまして、まあ、そこから先逆にゆとりを持たせておりますので、もうしばらくは大丈夫です。ともかく街も明るく、都に着いたという感じがします。江戸時代はですね、都が京都、それから江戸と、まあ、あと駿府みたいな、なんかそんな感じになってたところはあるんじゃないかなと思いますが、初代将軍家康と2代目将軍の秀忠が、両方大御所ということで、将軍を譲った後もですね、将軍が死んで終わったわけではなくて、将軍を自分で辞めて、その後に将軍よりも上位の大御所になると、まあ、それが現在の大御所という言葉の由来なんですけども、そういうことになったわけですが、家康は江戸で将軍を退いた後、1615年までかな、この駿府にて大御所として君臨し続けたそうでした。他にもですね、将軍を辞めて静岡に移り住んだ人がいまして、第15代最後の将軍の徳川慶喜で、将軍職を追われて、というか、まあ辞めてですね、最終的には、旧幕府軍がまあ全部なくなった後でここの府中に住むということになったわけですが、慶喜がここへ移ってからですかね、府中という名前は変えて静岡に変わりました。なぜ静岡という名前になったのか詳しくは知らないんですけども、もう私はここで静かにしておりますと、そういう意味があったんじゃないですかね。今まであまり聞いてこなかったような賑やかな音が聞こえてきます。そしてついに府中の入り口が見えます。出発から実に14時間と30分静岡県の静岡市府中宿に到着です。東海道の第19番目でございます。恐れ入りました。静岡市がいかに都会であるかを思い知らされますよ。まあそういうとまだ語弊があるか、静岡市いろいろありますからね。いかに巨大であるかも思い知ってるところですけど、ここ工事終わったんですね。前確かね、これやりかけだったと思うんですよ。あ、終わったわ。ここ立派な石垣があります。こちらが駿府城徳川家康の居所でございます。今これは外堀の跡でして、まあ、一部は埋め立ててしまってるわけですけども、一部は逆に言うと残っています。もうしばらくまっすぐ行って左手に駿府城の内堀、そしてお城の公園があります。こちら駿府城何門って言ったかな、残念ながら昔の建物ではありません。駿府城が多分戦乱の舞台となったり、それからまあなんかとんでもない大火事で燃えてしまったりとか、そういうことは多分なかったはずですが、しかし廃藩置県の時、駿府藩改め静岡藩がすぐに廃止されてしまって、そして建物が全部壊されたそうです。ただ県庁はやはりこの地に置かれることになりまして、廃藩置県によって多分徳川家里だったと思うんですけど、知藩城をやっていたその人は罷免されましたが、まあ、その代わりにですね、やってきた県令がやはりこの城内にて勤務をするということになりました。この静岡県庁もなかなかかっこいいんですよ。むしろ駿府城よりいいかもしれない。まずですね、こんな鍵型をしたこういう石垣に守られていて、静岡県庁を攻撃するときにもし攻撃するってなったとしても、ちょっとはこれで攻めづらくなるんじゃないですか。こっちが東館、東館が今は実質本館なんじゃないかと思いますが、こちらが静岡県庁本館です。この間だったかな、登録有形文化財になりましたよ。定館様式って言ってね、上にお城みたいなものをくっつける、お城ではないんですけどね、和洋折衷というか日本らしい様式の建築、見よう見まねの悪く言えば猿まねで、なんとか外国っぽいものを一生懸命作ってみよう、西洋になんとか追いつこうとやっていた時の日本よりも随分進んだ感じです。これはもう昭和の時代に入ってからです。ただし戦前の建物ですけれど、外国からのなんですか、技術、そういうのをね受け入れつつ、それは自らの中で消化して日本人の心に響くようなものを作ろうとして作った、これ見事な建物だと思いますね。いつか重要文化財になるんじゃないですか。ここをね本館として残してくれてますから、将来にわたってきっと保存され続けていくことと思います。
で駅前ビル群を抜け到着しました。静岡の駅です。立派だ、立派な駅だ、大きな駅だ。すごい駅じゃないですか。向こうを見ますと徳川家康の銅像。静岡駅から出てくる人を見つめています。あいつら新幹線なんかで移動しやがるよ。駅併設の大層立派なホテル、令和の時代の本陣といえば JR 東海のホテルアソシア静岡です。多分そうだと思う。ここが一番じゃないですか、静岡のホテルとしては。ここめんどくさいんですよね。向こう側どうやって行ったらいいんだっていう感じなんですよね。どうやって行けばいいんだっけな。これ自転車でね、駅側に行くってことはあまり考慮されてないんですよ。不可能ではないはずなんですけど、横断禁止だしな。それは当たり前だ、したくもないわ。あ、疲れました。もう今日はこれで終わり。もう今からこれを全部持ってホテルに行くのも大変ですけどね。ちなみに今日はここまでで、バッテリーを40、残り40ですから 160% 消費しました。これが私の泊まった5階からの眺めです。絶妙な目線の高さだ。東海道新幹線光号が東京へ向けて出発します。私は3日かけて来たというのにね。あっちはもう今からこれから東京帰って普通に作ってるんだからすごいわ。ちなみに最新型の N700SK です。いきなり N700S から始まりましたけれど、これがアソシア静岡の中です。まあ、僕がですね、いろいろと映しちゃってます。ちなみになんか今回全部ダブルなのが、多分ね、今回ダブルにしてもらったんだと思うんですけど、結構ありますよね。浴衣2枚あるから間違いないわ。まあどっちもいいんですけど、もういろいろぐっちゃになっちゃってますが、これまたすごいですよね。これ疲れた人には絶対いいですよ。今日はなんかさすがに疲れた。なんだろう、なんかね、息が上がるとかとはまた別の違う疲れ、なんか酷使したっていう感じなんですよね。こういう感じで、前なんかマリオットアソシア、あの名古屋のやつに泊まった時もこんなこと言ってない気がする。いやー疲れた。これでさっきですね、あそこに電動自転車のバッテリー1個目の充電と、パソコンの充電、ビデオカメラの充電、 GoPro の充電、バッテリー、モバイルバッテリーの充電、携帯電話の充電など、まあいろいろやりまして、でそれはもろもろもうついてからすぐにやらなければいけないことを全部済ませたんですが、見るともうすでにさっき 40% まで減っていたバッテリーが 60% まで回復しています。この電動アシスト自転車のバッテリーのね、戻り結構早いんですよね。どうしても充電器が1個しかないので夜中に1回起きて交換するとかそういうことを考えていたんですが、寝る前で大丈夫そうだな。まだもう少しだけ、本当は早く寝たいところですけど、まだもう少し多分夕飯食べたりとかするんで寝ないから。これ今全部締め切っちゃいました。夜の東海道を行き交う貨物列車をタイムラプス撮影するため、私の携帯電話が向こうに置いてあります。それからこれですけども、これすごいですよ。これね、足元がこう、分かんないと思うんですけど、めちゃめちゃふわふわ、シャリシャリなんです。あんまりゴシゴシやるとね、汚れちゃいそうだから、まあやめときますけど、これすごいな、なかなか見ない。つっても、まあそれより早く足を休めたいって感じですけどね。それでは今日の分も全部ご視聴いただきましてありがとうございました。明日は愛知県の豊橋を目指すという無謀な計画というか、まあ希望はありますけれども、豊橋まで行かれなくても一応いいということにはなってますんで、もう今日はね、さすがに疲れたわ。初日の江ノ島はなんか疲れませんねみたいな、この箱根も、まあ、大変でしたけど行けた。今日はもうね、クタクタ、さすがに。なんでだろうな、やっぱまあ距離が長いというのと、疲労が蓄積してるんじゃないかという不安もね、拭い去ることはできません。まあ浜松でも最悪問題はないと思っています。こんなところですね。どうもありがとうございました。また明日。